じゃじゃーん。ということでね、ポケモンカードゲーム、サン&ムーンのですね、ソルガリオ GX、ルナーララ GX プレミアムエディションというのを購入いたしました。値段が3500円ぐらいだったっけ？こちらですね、スターターセットとなっておりまして、カードのね、総数がなんと102枚、強力な60枚デッキと、拡張パックが8パック入ったプレミアムセットとなってます。でね、さらにね、プロモカードが2枚入り。イワンコとルガルガンがついてくる。で、デッキケースもついてきます。でね、あとダメージカウンターとかのね、あれもついてきて、プレイマットもついてくる。ポケモンコインもついてきて、遊び方の説明書までついてくるんです。スーパーウルトラ最強となってます。ということで、開けていきましょう。俺もね、そろそろね、ポケモンカードをね、やろうかな。ポケモンカードをね、ルールをね、リアルに、金儲けだけじゃなくてね、やっていこうかな、ということで。まあ、友達がいないんで、まあね、一人デュエルという感じになるとは思います。それでは開けていきましょう。パカーッと、おー、なんだこれ。早速こちら。イワンコとルガルガンの、これプレミア、プロモカードですね。これは、置いときましょう。そして、こちら。パーク、コレクションサン、コレクションムーン、君を待つ島々、アローラの月光、戦う虹を見たか、光を喰らう闇、覚醒の勇者、超次元の傍獣、ね、パックがね、入っております。そして、こちら、なんだこれ。これは、デッキケース。ポケモンカード、ゲーム。デッキケース。でね、これ説明書が重要なんですよ。ルールがね、とにかく俺わからないんで、スターターセットについてくる、いわゆる説明書をね、読んで、ルールブックですね。ルールブックが、ついてくるんで、まあ、初心者にはね、ありがたい。パーカッ。お。こんな感じ。でね、中には、仕切りが、2枚、入ってまーす。よし。そして、こちら。ね。メイン。60枚デッキが1個、すぐに遊べる対戦アイテム全部入りだって。それじゃあ開けていきましょう。あれパカッ。おー、これは、お、遊び方説明書。でね、この変なね、GX のね、なんかね、変なね、プレートみたいなのが入ってます。で、この、これは、ダメージカウンター。ダメージカウンターは、これ、紙製ですね。しょぼいやつです。
やけどマーカーと毒メーカー、マーカーもあります。あ、こっちが表か。しょぼい。厚紙のやつですね。これちょっとしょぼいです。で、これ前から気になってんだよね。これ何なんだろう。あ、これも厚紙だ、これ。GX。しょぼい。これしょぼいわ。なんとかかんとか。わかんね。とりあえずわかんね。そしてこちら。ね。プレイマット。これも紙製です、ね。しょぼいです。紙製しょぼいな。うわぁ。紙製か。しょぼいはしょぼいですね。まあいいでしょう。そして重要な、こちら遊び方説明書というね。バージョン02って書いてあります。こちら。これ重要です。マジ。そして、お、コインだ。コイン、あれ。お、パカ。これはなんだっけ？コスモッグ。コスモッグコイン、なんか、しょぼいな。プラスチック製だ。コインってプラスチック製だっけ？コイン。コイーン、うん。プラスチック製コイン。ちょっとしょぼいです。そしてこちら、30枚デッキセット。ルナアーラ。じゃあ開けていきまーす。パーカ？パーカ？おお！ルナアーラ GX。これはなんだろう。レア度が書いてない。お、シロナ。シロナさん、ハウ、ハウ、ハウ。え、あ、ポケモンカードって4枚まで入れられるんだっけ？マーマネ、マーマネ、リーリエ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 。あ、4枚まで入れられるんだ。3枚だと思ってた。お、ダブル無色エネルギー、ダブル無色エネルギー。超エネルギーがバーっとあって。え、これだけ？どうやってこれ対戦すんの？これ。無理じゃん。トレーナーカードだけ？え？無理じゃね？これ。どうやってこれルナーラからす、コスモームから進化って書いてあるけど、コスモームが入ってないんだけど。わろか。あ、いや、こっちも開けてみましょう。え、コスモーム入ってないんだったら進化できないじゃん。すぐに対戦できなくね？ちょっとわかんないっす。どういうこと？ポケモン、株式会社ポケモン、ソルガレオ GX。 お、こっちに入ってる。ミュウツー、ラティオス、コスモッグ。あ、これやっぱりあれなんだ、ポケモンカードって60枚デッキなのかな。コスモッグ、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 コスモーム、コスモーム、コスモーム、フチート、パッチーム。お、タイプヌル。タイプヌル。タイプヌル。なんだこれ？シルバディ。シルバディ。ネストボール、ネストボール。お、ハイパーボール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 。不思議な飴、不思議な飴。ポケモン入れ替え、ポケモン入れ替え。ポケモンキャッチャー、ポケモンキャッチャー、レスキュー参加。つまりこれとこれを合体させて、あれ、対戦しようってことね。そっか。ポケモンって30枚じゃ、あれなんですね。デッキとしては多分60枚必要とかなんかあるよね。
最低60枚必要だったりとか、もうむしろ60枚きっかりだとか、あると思うんだけど、多分、ポケモンカード60枚固定かな？ぴったし60枚、61枚でもダメ、59枚でもダメみたいな。多分そんな感じだと思います。うん。俺が予想するにね、多分ね。うん。まあ、これはちょっとね、後でスリーブに入れときましょう。後で一人対戦するときにちょっと、傷つくと嫌な。そして、何かと言いますと、こっから本番ですよ。じゃじゃーん。こちらコレクションさんとか、この、何パック ?1、2、3、4、5、6、7、8パック。これを全部開けていきましょう。いいの出ろよー。なんかいいの出ろよー。いいの出ろよー。パカ。キャタピー、コスモック、ヨーデリー、お、ウィンディーのレア。アマーマーイコ。なんだこれ。なんか1枚変なの入ってる。なんだこれ。あー、対戦の準備。ポケモンカード3分から対戦の準備の仕方が変わりましただって。あー、そういう手順が書いてある。5枚入り、1、2、3、4、5。あ、これは含めない。オッケーオッケー。そういうことか。コレクションムーン。パカ。ダンゴロ。ハギギシリ。アロラベトベタ。お、ニョロボンの。レア。デンジムシ。で、ニョロボンのレア。はい、君を待つ島城。これ知らないですね。コソクムシ、ピクシー、ノズパス。お、なんだこれ。アローラ球根 GX。あ、これ当たるじゃねこれ。レアレアですね。あ、やった、レアレア当たった。フィールドブロワー。これ結構高いんじゃない？アローラ球根って。よくわかんないけど。多分。アローラの月光。パカ。イワンコ。ヌメラ。これなんでこれ？あれ？あ！ポケモンカードってあれか、ドラゴンタイプ追加されたんだっけ？これドラゴンタイプですね。なんか色金ピカだなと思った。これドラゴンタイプ。多分見えないと思うけど、ドラゴンタイプですね。はぁ。そっか、ドラゴンタイプってのも追加されたんだな。初めて見たかもしれない。ヌメラ。メタング。アクアバッチ。あ、ファイアロー。当たんなかった。レアが当たんなかった。まあ、そういう時もあります。戦う虹を見たが。パカ。ニャース。砂場。バオップ。カキ。投げつけ猿。光を喰らう闇。サイドン、ポリゴン、ピカチュウ。お！サーナイト GX！ これ当たりじゃね？これもしかして。当たったんじゃない？バンバドロ。サーナイト GX これレアレアですね。これ、値段高いんじゃない？何の根拠もないけど。覚醒の勇者。意外となんか、いい感じに、いいの当たってる気がする。バラで買った方がなんか当たる確率高い気がする。カラカラ、アローラ石粒手、
ココドラ、ゴーゴート。これがレアですね。シザリガー。超次元の棒銃。結構知らない、まだ開けたことないパックが結構ありますね。イノム、ジャラコ、これもドラゴンタイプ。ヌイコグマ、お、ミロカロスのレア。ミロカロス、ジヘンと。ミロカロス強いよね。リアルポケモンだと。ミロカロスってクソ強かった気がする。ということで、全部開けましたが、全部開けましたが、高いのは出たんでしょうか、ということで、査定タイム。査定タイム。査定タイム入りますよ。いいですか？まとめて査定するからね。まずこのミロカロス。SM4A。SM4A 超次元の棒銃ミロカロス、はい、0円ゴミ。ミロカロスがゴミ化するんち、SM4S 覚醒の勇者ゴーゴーと0円。そしてこちらサーナイト GX SM3N 3N サーナイト GX、 お、高い、400円、1枚400円ゲッチュで、こちらアローラキューコンの GXSM2K。 え、高え、800円、めちゃくちゃ高い。あとは多分ゴミだろうな。 SM1M、 あと多分ゴミですね。ニョロボン、はい、0円、ニョロボン0円、ウィンディーは？ウィンディーも0円となりました。まあ、あとノーマルカード、ね、あとノーマルカード、ノーマルカードは何回入れたかな。あ、ダブル無色エネルギー50円だって。ダブル無色エネルギーどっか出たよ。あれ？出てなかったっけ？気のせいか。あれ？出た気がしたんだ。気のせいか。気のせいです。あと全部2円とか5円とか5円みたいな、うんち価格なんで。あとなんかいいのねえかな。あ、2円とか5円ですね。あ、2円、5円。うん。グズマが150円だけど、グズマ当たってないね。カキ5円。5円当たったな。レスキュータンカー当たったっけ？レスキュータンカー当たってないな。ゴミ。
とは、あ、フィールドブロワー50円ですよ。お、これ当たったんじゃない？フィールドブロワーって。フィールドブロワー50円。50円だったら売るぞ、俺。SM2K。SM2K。あ、当たった。これ50円。やりました。あとは、あとゴミです。あと5円とか2円とかのゴミクソカード。ゴミカスうんちカードしかない。でもこれは800円と合計いくらだ？これ1000円ぐらいのなったんじゃないか。アローラ球根とサーナイト GX。やりました。うん、あれ？なんか映像止まってんだけど。はい、なんかカメラがね、不調ですね。うん。ということで、当たったのがですね、こちら、サーナイト GX と、アローラ球根 GX。そして、このフィールドブロワー。あ、フィールドブロワー。これで全部でいくら？千いくらになりましたね。うん。よかったです。ということでね、ご視聴ありがとうございました。